俺の名前は小峠かぶと。やべの兄貴、張り込み先に長戸が出たそうです。探し続ければ見つかる。奴らの執念だな。青山の兄貴から連絡が入り、さすがに焦る武闘派の極道だ。現場では血まみれとなった飯豊が光り物を抜いていた。宇佐美の仇だ、一万回死んでくれよ。刃物を持つストーカー、そりゃ殺されても文句ないよね。目の前にいるのは恩敵、上白組の長戸葵だ。青山の兄貴と飯豊は長戸の動向を探りに出ていた。絶対来ると信じて死ぬ気で待つ。だがその動向を長戸が掴みやがった。俺の恩人の店の前で張り込み、ダサいよ。長戸の手榴弾は二人の車を激しく吹き飛ばしたのだ。その時、青山の兄貴は車から放り出される。現場から逃げ去った長戸の車、ちゃんこなっとけ。それを飯豊は執念で追い詰めた。そしてついに飯豊は長戸を捕らえたのだ。ついに捕まえちゃった。坊や、パイセンを置いてきてどうすんの。勝ち目なんてみじんもない。逃げりゃ死なずに済んだのにね。そして奴もタクティカルナイフを抜いた。鼻から大怪我を背負ってる。劣勢は明らかだ。勝ち目だ、そんなもん関係あるかよ。目の前に可愛い後輩を殺したクソ野郎がいいんだ。逃げるなんて昨日、この飯豊作太郎にはついちゃいねえんだよ。だが飯豊はもう完全に腹をくくってやがる。こいつを殺せば戦火は広がる。できるなら避けたいと思ってたけど、こっちもこの道で生きてんだ。明確な殺意を向けられたら、そりゃあやるよ。奴も殺意爆発、もう待ったなしだ。先手を取ったのは飯豊だった。力むなよ俺、脱力だ。風穴開けてやる、浜風通しとけ。力感も殺気もない。直後、長戸が凄まじいサイドステップ。じゃあな。はぁ、うち一発はなんと長戸の肩をはすっていた。初動がつかみづらい、意外とやる。回避の天才だったっけ。意外と当たりそうだぜ。特訓の成果出てくれたぜ。飯豊は茶花の名手和樹の兄貴を支持していた。飯豊、茶花の扱いは脱力が要だ。力を入れたらな、遅い、読まれる、ブレる、何一ついいことはねえ。末端は完全脱力、引き金も指で引くな。腹を固めれば自然と引ける。はえ、俺も教わったんだ、安見の兄貴からな。それから飯豊は毎日反復練習を続けてきたんだ。俺の茶化は長戸に通じる。もうちょい浴びとけよ。かすったくらいで調子づかないでよ。若衆だと思っていたが、意外とリスクがある。長戸が電柱の陰に飛び込む。奴がそこで息を吐く。さすがはもう組としておこうか。ならば切り替えよう。こいつは一発の戦闘者だ。その時、長戸の集中力が上がった。次の瞬間、長戸が陰から飛び出した。お前のターンは終わりね。飯豊が迎撃する。脳みそぶちまけとけ。男前には当たらない。長戸は弾丸を外しやがった。動きが鋭い、さっきまでは様子見か。奴の動きは異様に不規則。師匠が優秀だけど、ちょっと経験が足りない。ちはえ、どうす。長戸は飯豊の懐を当たり前かのように侵略する。そして疾風のごとき一刀が繰り出される。家で野球でも見ときゃ死ななかった。それは飯豊の胸をいきなり切り裂いた。痛えなこら、危ねえ。だが腹渡には届いてねえ。ドスで受けられると思ったが、くそはえ。正面衝突に分はないと飯豊が判断する。茶化ももう対応しやがった。言ったよね、勝ち目なんてないって。やはり力の差はある。その時、飯豊が思い出したのは永瀬の兄貴の話だ。飯豊、強えやつって5万といるわけ。勝てねえと思ったらお前どうする。やっぱり気合ですかね。ボケか、気合で勝てたら気合卿が世界を席巻してるわ。しめましん。相手をやりにくくしろ。そん時はこっちもやりにくいってのがミソだ。あとな、弱え立場だと至近距離に入るときちびる。工藤の兄貴が言ってたわ。強え奴の懐に飛び込む時は腰をぶつけに行けってな。それが意外性を生むんだよ。飯豊は兄貴たちの教えを受け継いでるんだ。
長門、てめえに生きる資格なんてねえんだよ。その時、飯豊がジャケットを脱ぎ捨てた。タカじゃ何も変わらない。ややこしいが、わずかに癖がある。集中すれば俺には当たらない。奴は申し合わせたように鉛玉をかいくぐる。だが飯豊も全力でバックステップしていた。おお、まともに向き合わねえ。その先にあったのは飯豊が投げたジャケット。それは漏れたガソリンに浸っていたのだ。飯豊がジャケットを拾い上げる。さあ、魔法を使ってみようか。さらにその手にはライターだ。そして飯豊はそれに着火。おらよ。炎上するジャケットを投げつけた。燃えてもただの目くらましだ。左右どちらから飛び出るか、それとも裏から撃つ気か。チャカを警戒した長門がサイドステップで位置を変える。おっしゃ、こいつ相手に普通は通じねえ。その時、なんと飯豊が裏から燃えたジャケットに突っ込んだ。男なら正面突破だろ。何？そのまま燃えた状態で長門に突進する。そして直前でジャケットを跳ね上げる。あぶられて男前になったぜ。ジャケットの飛んだ先は長門。奴はそれをステップで外す。だがそれは予想外を作った。ここで腰をぶつけるんじゃ。踏み込みの強い飯豊が長門の懐に飛び込んだのだ。千載一遇のチャンス。飯豊が雄たけびを上げる。長門、往生しやがれ。全存在をかけて長門を斜めに切り上げた。だが飯豊の顔が歪む。なんじゃてめえは。まさかあそこから。そう、長門はかわしてやがったんだ。距離の潰し方が良かった。普通なら勝ちだけど、相手がね。この目こそ長門葵の真骨頂なんだ。次の瞬間、長門がチャカを抜く。ちなみに速射は俺もできるからね。満身創痍の飯豊はそれを外しきれねえ。おい、はい、反応が遅れた。奴はその隙を見逃さない。ダサい避け方だ。ちぇ、接近戦狙いか。奴はすでにスタートを切ってやがった。だが長門は戦闘巧者。バカ正直に行くわけがないよね。まさかの隠し玉が飛ぶ。その謎の一撃が飯豊の肩をはむ。それは先の尖った小さい鉄板。そうか、見えなかった。奴は手の内に隠し持っていやがったんだ。この戦闘を支配してるのは完全に長門だ。若くして死ぬ、お前の選択だ。相手に懐へ飛び込まれる前に飯豊も飛び出す。切り合うしかねえ、やったら。飯豊は全存在をかけて刃を繰り出す。長門、てめえは絶対ぶつからすんじゃ。ドスも悪くないんだ。だが長門もそれを打ち払うように斬撃を返す。黙っとれ。飯豊が意外にも五分の切り合いを見せる。宇佐美の敵じゃ、死んでも負けるか。接近戦、ここに巧妙があるか。だがそれは、おら、飯豊の思い違いだった。手をつなごうか。まずい、離せ。飯豊は必死に腕を引き抜きにかかる。だがもう遅かった。こんな指は全部いらない。ぐわ。長門は関節技を得意とする戦闘者。ぐわ。なんと飯豊の指が4本脱臼した。だが飯豊の心は折れてねえ。男が手握んだ。気色悪いんじゃ。すごいよお前。茶碗が持てなくなったらどうしてくるんだこれ。長門が凍ったような目で飯豊を見る。ねえ、残酷症になるけどいいの？逆転などない。奴は確信してる。すると飯豊は折れた指を掴んだ。くそが、指を元に戻せばいいんだろう。わ、元の位置にしといたわ。これで完治だよ。なんと奴は指を強引に戻しやがったんだ。そんなことしても意味がない。もうその指は使えないんだよ。その時、長門の口をついて出た言葉。全力で走って逃げたら生き残れるかもよ。それはまさかの撤退勧告。逃げるだと？弟分を殺したてめえを置いてか。飯豊の脳裏にある記憶が蘇る。宇佐美は飯豊にとっての初めての弟分だった。飯豊の兄貴と飲めて最高です。かわいいやっちゃ。
しかし兄貴の成長は後輩の目にもすごいです。成長の要因は理想の自分を持つことだな。宇佐美、お前にはあるか、理想の自分とかかっこいい自分ってやつが。質問まるまる受け売り。そうですね、どんな相手でもビビらず町や人のために戦う兄貴分ですかね。実直な宇佐美を飯豊は大好きだった。将来小峠の兄貴が組長になったら俺が頭だろう。はい、いい未来ですね。その次、俺が組長になったらお前が頭か。小僧すぎますが夢は大きくです。こいつらはバカな夢を描いて笑っていたんだ。だが宇佐美は上白組長門に殺された。浜には浜の歴史があんだよ。うわ、志半ばどころじゃねえ。宇佐美、指揮者クソったれ、ありえない。まだ都政で歩き出したばかりだったんだ。宇佐美、タバコだ、あっちでゆっくり吸ってくれな。お前、この店のバウムクーヘン好きだったよな。田向けの副葬品で宇佐美の棺は満ちていた。このドス、鞘に血がついてる。長門にやられた時の血が染みついてんのか。その時、飯豊がそれを手に取った。宇佐美、頼む、このドスを俺にくれ。そして弟分の無念を引き継いだんだ。俺は宇佐美の兄貴分だ。死のうが死ぬまいがな、弟分を殺した下道を前にして逃げるなんてありえねえんだよ。あっそう、生き残る最後のチャンスがこれでなくなったね。やかましい、宇佐美の仇は俺が取る。長門、てめえはここで死ぬんじゃ。飯豊が信念の方向を上げる。そして命を懸けてスタートを切る。地獄へ送ったる。それに対し長門があの鉄板を投げる。もう限界なんだよ。飯豊は一切避けない。おら、それどころかさらに加速した。そして長門の制空権へと入る。アモー組の人間にはな、限界の上が備わっとるんじゃ。くたばれ。やはり無情にも長門には当たらない。そしてすぐさまカウンターの横投げだ。気合だけは超一流だ。しゃ、飯豊はかがんで紙一重でかわす。だが長門の横投げは巻き絵だった。でも気合ではどうにもならない。やつは飯豊の手首を掴んでいた。うわ、長門はその手首を一発で破壊した。それでも飯豊の目は全く死んでない、うん、この距離に来たかったんだよ。その時腰元にあったのは隠し持ってたんだ。なんともう一本のドス。やつは腫れ上がった左手でドスを掴む。これは感知しとるんじゃ。逆技直後にできた隙、折った瞬間止まるよな。こいつ隠し持っていたのか。そして隠していたドスが長門の胸をついたんだ。全存在をかけて切り上げたドス。もらった、宇佐美の仇じゃ、この腐れ下道が。それはついに長門の体を捉えてみせたのだ。それは執念の一投。どうじゃ。なんと奴は自分の右腕ごと切っていた。だが飯豊の執念は届かなかった。もったいないな、お前。深手ではある。だが命にはほど遠かった。不可避の一撃すらかわしてみせる脅威の回避性能。俺の牙城を崩すことなんて誰にもできないんだ。それが長門葵が天才戦闘者と呼ばれるゆえんだ。それでも飯豊は切りかかる。おら、折れた指でよく握ってたよ。そう、こいつの指は全部折れていた。ぐわ、一発でドスが弾き飛ばされちまった。飯豊は止まらない。宇佐美の仇を取るんだよ。潰れた左手で殴りかかる。だがそんなもんこいつに通じるわけがねえ。これ以上はもういい、お前はよくやった。次の瞬間、長門がナイフを切り上げた。でも届かないものは届かないんだ。うわ、その一刀は飯豊の体を無残にも切り裂いちまったんだ。事故からだ。飯豊の体はとうに限界を超えていた。クソか、力が入んねえ。なんて情けねえ兄貴分なんだ。宇佐美、
すまね。そして電源が切れたように地面に沈んだんだ。だがイートヨはポテンシャルを出した。アモーグミ、若いのに優秀だった。こいつのとどめを刺せば。それゆえか長門が一瞬の躊躇を見せる。その時血まみれのイートヨが何かを見つけた。ボケがずっと待ってたんだよ。俺の粘り勝ちだ。そう、そこに走り込んできたのは、おーっとよ、クソったれ。血まみれの青山の兄貴だ。その勢いのまま狩猟刀を叩きつける。長門、この野郎。そして青山の兄貴が檻の形相で長門の前に立った。また俺の弟分をやりやがって。もう許さねえ、絶対に。お前、あの事故食らってなんで何キロも走れんの。双方傷は負っているが五分。そしてこの戦いは壮絶な決着を迎えることになる。アモー組のしのぎ情報だ。この夏、元殺し屋シリュウさんたちが東京渋谷と大阪中津でかき氷カフェを開催している。そこでアモー組武闘派グッズも置かせてもらえることになったぜ。買ってくれたやつはアモー組が意地でも守る。かき氷もぜひ気合い入れて食ってくれ。カフェの詳細は概要欄だ。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。